まあ、この後の YouTube も始めてそちらの方もかなり盛り上がってどんどん求心力を高めてきましたね。ミクル選手が YouTube やるとか最初に僕らに言ってきたときに、はい、やればいいじゃんって感じだったんですよね。勝手にやればそんなのみたいな、ふーんみたいな感じだったんですよ、まあ、好きにやればみたいな感じだったんですけど、本当にあの時もうちょっとちゃんと話して話聞いてればよかったな。めちゃくちゃ後悔してますね。だってあんなことになると誰も思ってないですよね。そうですよね、うん、